大仙古墳。5世紀頃に築造された全長486メートルの最大級の前方公園墳で大阪府堺市に広がるモズ古墳群を代表する。伝承では民徳天皇陵とされている。墳族の王、アッティラ。アッティラの侵入は東西ローマ帝国を共闘させた。画像はバティカン教皇宮殿ヘリオドロスの間にあるラファエロの 教皇レオ一世とアッティラの会見。ラベンナのガラプラキリア平等。ガラプラキリアは、西ローマ皇帝バレンティニアヌス三世の母。初期キリスト教美術を代表するモザイク壁画が残されている。西ローマ帝国の滅亡。ゲルマン所属の自立によりこの帝国の統治機構は、寸断され、最後の皇帝、ロムルス・アウグストゥルスは、 スキルア族傭兵隊長をドアケけるに配位され、ここに西ローマ帝国は滅亡した。画像は少年皇帝、ロムルス・アウグストゥルスの肖像が刻印された金貨。仏教と道教の融合。政権が不安定だった陸朝時代は儒教が不振で、深遠な刑事上学を扱う仏教や道教が還元された。画像は江戸時代の蘇我昭百の 古景三、笑い図でこの時代を代表する仏像の絵音と同志の、陸修正と詩人の当演命の開口が画題となっている。運行石窟。北魏の文、聖帝の時代に、鈍陽の創造によって、都の平城から西方、約20キロに位置する運行で造営された、石窟寺院。木汁仙仏道壁画。この石窟は、 シルクロード沿いのオアシス国家記事によって作られたもので、この時期には仏教が大いに繁栄したと伝えられている。役教像として名高いクマラジューもここの出身である。アジャンターセックツ寺院。インドではこの時代にグプタ様式と呼ばれる表現が発達した。画像はアジャンターセックツの壁画でパドマパーに菩薩の像。シギリア。 スリランカの新原町のカッサパ一世は、不王から王位を奪い、アヌラアダプラからこの地へと戦とした。画像は、シーギーアロックの前景で、この頂上に、カッサパ一世は王宮を営んだが、最後は、反乱軍の攻撃を受けここで自害している。エフタルの侵攻。現在のアフガニスタン北部に後期した、遊牧民族エフタルは、幾度となくサーサーンアッサ。 ペルシアとカンカを交え、インドでは、グプタ朝衰退の原因となった。画像は5世紀後半に作られた、エフタルキバ人仏像のある、銀腕。コパンの王権。コパンは、古典期ヤの都市国家の一つ。画像は776年に作られた、コパンの祭壇、旧で。 426年に初代コパン王となったキニチアシュクックモから16代の王の姿が刻まれている。ナスカ文化。紀元前1世紀から紀元後8世紀まで栄えたナスカ文化の変年はおよそ9期に分けられるが、5期から6期にかけての多色彩土器は高知な造形の絶頂期と位置づけられる。画像はペルーのリマにある ラルコ博物館所蔵のシャチをモチーフにした、多式イ土器。カルケドン公会議以後に、キリスト論をめぐりキリスト教は分立した。単性論破と呼ばれる、非カルケドン派正教会には、シリア正教会、コプト正教会、アルメニア使徒教会などがある。画像は483年に再建された、アルメニア使徒教会の主座主教座、エチミア人大聖堂。 シリア教会。シリアでも、修道生活が独自に発展した。アレッポ近郊で、高い塔の上に登り、そこで祈りと瞑想の日々を送ったのが、塔頭社シメオンである。画像はこの修道史を描いた500年頃の浮き彫り。バンダル人の躍進。ゲルマン所属の中で、最も古地から遠方に、本拠地を構えたのが、バンダル人である。 指導者ガイセリックのもと、ローマを略奪して、その後帝国の国葬地帯である北アフリカに、定住した。画像は、カルタゴから出土した、バンダル騎兵を描いたモザイク断片。ヒッポレギウスのアウグスティヌス。異民族の調領する彗星の西ローマ帝国にあって、神の救済の歴史を描き出す、神の国を執筆した。画像は6世紀に、 ローマのラテラの大聖堂に描かれた肖像画、クロービスの先例ゲルマン系諸民族の中でも、フランク族はいち早くカトリック教会に従った。画像は、ランス司教レミギウスの伝記を浮き彫りにした9世紀の造下版だが、その下段は、レミギウスが、フランク王クロービスを受選している場面である。5世紀は、 西暦401年から西暦500年までの100年単を指す世紀。紛族の帝国ゲルマン省にシー西ローマ帝国とその周辺東ローマ帝国とその周辺五個16国東新南朝北朝十全満州朝鮮半島日本注釈出展。ありがとうございます。